ということでもう皆さんいい加減飽きてきちゃってるかもしれませんが、無料配布でゲットしたワンダーボーイの続きです。今回こそちゃんとクリアまでいけるんでしょうね。その辺は神のみぞ知るって感じです。おい。まああとメインでやることはラストダンジョン行ってラスボス倒せば全クリになるからさすがに今回で終わるとは思います。でまずはなんかヘブンリーシールドなるなかなかお高い盾を購入しときました。へえかなり強い盾ね。でもこれ確かホークマンが装備すると強いけど、他の姿で装備するとあんま強くない盾だったような気がします。そうなのね。その辺あんま覚えてないので多分です多分。でこの壊せるブロックの奥にもお店があるので寄ってみます。今はラストダンジョン行く前にいろいろ準備してるって感じね。ああ、とりあえずまだ手に入れてない装備をいろいろ手に入れてからラスボス倒しに行こうと思います。でここではあんまり強くないけど特殊効果のついたラッキーソードと、特殊効果もなく防御力もあんま高くないサムライアーマーってのが売ってたのでとりあえずラッキーソードの方だけ買っておきました。サムライアーマーも他の姿で装備したら強いとかあるんじゃないの？かもしれないけどお金足りないしね。それにこれから最強装備取りに行くからぶっちゃけあんまり無理して買う必要なかったりもします。そうなのね。でまあその前にまだ取ってなかった体力上限アップのハートを取ったり、またある程度アイテム集めしたりした後、ホークマンで村から右へ右へと飛んでいきます。するとメカドラゴンがいた城に来ることができます。ここに最強装備があるの？ああ、確かここに来れば剣も盾も鎧も全部最強のやつが手に入った気がします。まあ姿によっては他の装備の方が強い場合もあるかもしれないけど、これから取りに行く装備はどの姿で装備してもほぼほぼ最強になるって感じのやつです。ってことはそれさえ装備してれば姿変えるごとに適切な装備に付け替える手間が省けるってことね。まあ記憶は結構曖昧だし、ウプ主が前にプレイしたゲームギア版と結構違うところもあるのでいろいろ間違ってたらごめんだけど。あ、ちなみにここは鍵持ってないと入れないので、その場合はヘブンリーシールド売ってたお店に鍵売ってるのでそこで鍵買ってくれば入れます。でまずはメカドラゴンがいた部屋に向かいます。すると宝箱があるのでそれを開けると。ってな感じで剣が手に入ります。でこちらの伝説の剣が今入手した剣です。おお、だいぶ一気に攻撃力上がるわね。ああ、ホークマンだとクリスタルソードで130だから55も上がったな。でまあこの後は出口に向かって進んでいくと。ってな感じで途中の敵が鎧をドロップします。鎧は宝箱じゃなくて敵からドロップするのね。これは知らないとちょっと気づきづらいかもな。で盾も敵からドロップするんじゃなかったっけかなって思ってしばらくうろうろしてたんですが特にドロップする敵はおらず外に出てみたところなんか見えないところに店があったようでそこに盾売ってました。これまたなかなかわかりづらいわね。ジャンプするとき上を押さなかったら多分気づかずそのままスルーしてたと思います。てかやっぱゲームギア版だと盾も買うんじゃなくてドロップするんだった気がするんだけどな。リメイクで盾は買うように変更されたとか、それかウプ主の単なる記憶違いかどっちかだな。まあその辺の細かいことは置いておいてとりあえずお金足りないので盾は買えません。ってことでまたしばしお金貯めして戻ってきました。で今度こそ伝説の盾もゲットです。これで装備は整ったわね。そうだな。でこの後は後回しにしてたビーチのとこの道エリアに行って、サクッとストーン回収したり、そういやピラミッドの近くにもまだ行ってないとこあったなと思って砂漠に向かい、このなんか敵がいるところから入水し、中を泳いで探索してたらまたなんか壊せるブロックの奥に扉があったので、中に入ってみたらまた別の道エリアに出ました。あれ、今なんか変なタイミングで姿変わらなかった。ああ、前にもちょろっと言ったかもしれないけど、道のエリアは各姿ごとに用意されててそれぞれその姿でしか進めないっぽいです。で、ここはリザードマンの姿で進んでいくわけなんですが、ここもマウスマンの時かそれ以上に進むの苦戦しました。なるほど、足場壊さないように一旦右まで行ってからその足場を飛び移って今の扉に入らないといけない感じね。ああ、タイミングよく進まないと簡単に頭突きで足場破壊しちゃうからここはかなり何度もやり直しました。で、まあ成功したパターンがこちらです。いや、いきなり破壊してますけど、破壊しても渡れる箇所もあるので大丈夫です。で、ここの敵が地味にうざいので倒しておきまして、あとはテンポよく足場を渡っていきます。ここも勢い殺さないように行った方がいいみたいね。で、どうにか扉にたどり着くと、
ストーンゲットです。これでストーンは3つ目ね。でまあ自力で見つけられた道はここまでで、あとは全クリしてからでいいやと思って、村の左上の空にある扉に向かい。ここからラストのダンジョンに向かおうと思ったんですが。ですが、中に入っても何していいかどうしても思い出せずここで詰まってしまいました。マジか。ああ、意外といろいろ覚えてたから記憶だけを頼りに全クリまで行けるかもと思ってたんだけど、残念ながらここからがっつり攻略サイトのお世話になります。全クリまであと少しのところで自力クリアは諦めたわけね。まあ全くと言っていいほど思い出せないし向きになっても時間食うだけかなと。ってことでせっかく攻略サイト見るならと思ってこの後はホークマン用の道とライオンマン用の道も全クリ前に行っておくことにしました。でこちらがホークマン用の道で、ここには溶岩地帯の右端からホークマンで飛んでくればそのまま入れるようです。今なんか他の姿に変身しようとしてなかった。実はこの時点で道では他の姿に変身できないってことをちゃんと知ったので一応試すだけ試してみたんす。でまあここはそんなに大変じゃなかったのでサクッとストーン取れまして。お次はライオンマン用の道のある場所に向かったんですが、ここはグラフィックをレトロに切り替えないと入り口見つけづらいとのことです。なるほど、リメイクのグラフィックだとサンゴで隠れてるのね。これだとなかなか自力で見つけるの大変そうだけど隠し方としてはうまいよな。でまあこの下の壊せるブロックをライオンマンで破壊しまして、下に降りるとなんか扉があるのでそこに入って先に進んでいくと、ライオンマン用の道にたどり着けます。ここが最後の道ね。まあ厳密に言うと最後じゃないんですが今来れるのはここで最後です。いや来て早々めっちゃ攻撃されてますけど、うんここ嫌い。いや語彙力よ。でまあここはこんな感じで地味に敵の攻撃やらしいですが、装備も整ってるのでまあまあなゴリ押しでサクッと最後の扉にたどり着きました。いや本当にだいぶ無理やり突っ切ってきたっぽいし、押しが強い男の方がモテると思います。いや急に何言ってんのよ。まあとにかくこれで5つ目のストーンゲットです。でこの後はまた村に戻って地底エリアに続く井戸の中に入りまして、まずはストーン5つ集めたことで今までチャームがないと売れないって言われてたものが買えるようになってるらしいのでそれを買いに行きます。へえってことはチャームってのはストーンのことだったのね。みたいだな。でなんかガリックソードは特殊効果付きで伝説の剣より強いようです。まあでも攻撃力は5しか変わらないみたいね。ライオンマンの場合はガリックソードの方が5だけ強いって感じですが、後で確認したらリザードマンでは伝説の剣が155でガリックソードが205、マウスマンでは伝説の剣が215のガリックソードが235、ピラニアマンでは伝説の剣が205のガリックソードが230、ホークマンでは伝説の剣が185のガリックソードが220と、姿ごとに差はまちまちでした。まあでもどちらにせよ伝説の剣よりガリックソードの方が強いみたいね。まあストーン集めないと手に入れられないリメイク版のみの隠し武器だし一番強くていいんじゃないかと。でなんかここもライオンマンじゃないと降りてこられない場所で。ここの右には宝箱があってその中には体力上限アップのハートがありました。だいぶ体力も増えてきたわね。でこの後はこちらの扉から上に戻り、今度はマウスマンの姿でここの一番左の井戸に入りまして、ここの扉に入ると、って感じでマウスマンでしか通れない狭い隙間に壊せるブロックが敷き詰められているのでそれを破壊しつつ進んでいくと、最後ちょっと離れたところにあるブロックを壊すと扉が出現し、その中に入るとマジカルセイバーって剣が手に入ります。このマジカルセイバーっていうのが最後のダンジョンに進むために必要なアイテムってこと？ああ、こちらのマジカルセイバーを装備すると。ってな感じで星型のマスに壊せるブロックを出現させることができます。へえ、そうなのね。で、この後はさっき行き詰まった空中の扉のところに戻り、マジカルセイバーで中心の星型のマスを壊せるブロックに変え、それを破壊するとこんな感じで先に進めるようになります。これは自力じゃなかなか気づけないわね。ああ、てかなんとなく思い出してきたけど、確か数年前にゲームギア版プレイした時も同じとこで詰まってたような気がします。いやだったら覚えときなさいよ。鶏並みの脳みそしか持ち合わせていないウプ主さんにそんなこと期待してはいけません。まあそれもそうね。ってことでまあいよいよラストダンジョンの空の宮殿に突入です。で最後のダンジョンだけあってまあまあ長く、途中途中にある変身部屋でそれぞれの姿に切り替えつつ進んでいく感じなんですが、ぶっちゃけどうしても特定の姿でしか進めないポイント以外は、
タスマニアンソードがあれば好きな姿で進めてしまいます。タスマニアンソードがあればちょっと楽できちゃうってことね。ああ、ウプ主は敵倒すの面倒なところはホークマンで飛んで進んでました。まあ今みたいに油断してるとダメージ受けるし、いちいち着火着火変身するのも地味に面倒だったりするので、素直にその時々の姿のまま進んだ方がかえって早く進めたかもしれません。まあその辺は何とも言えないところね。でまあそんなこんなでラスボスのいる部屋の前までやってきました。うん、いかにもボスがいますよって感じね。じゃまあ気を引き締めていざ突入です。で中に入りましてラスボスのヴァンパイアドラゴンさんとご対面です。なんかお腹にも顔があるわね。こいつは今までのボスみたいに頭が弱点じゃなくてお腹の顔が弱点になってます。でまあ基本は飛び回って火の玉吐いてくるって感じなんですが、結構ちょ細かと動くし、火の玉も意外と避けづらいのでなかなかうまく近づけません。あとはダメージ与えた時に画面外に消えてちょっと位置変えて登場したりするのでそれも地味に嫌です。まあそりゃラスボスなんだしそう簡単には倒されてくれないでしょ。実はしっかり一度やられてゲームオーバーになりました。マジか。まあ敗因としては鎧をハーデスアーマーにしてたのでそのせいで火ダメがでかくなってたってのが一番の敗因ですが、この通りホークマンの場合伝説の鎧と40も防御力に差があるし。いやそこはラスボス突っ込む前にちゃんと装備確認しときなさいよ。ねえ、だからねえじゃねえのよ。でまあやられるとアイテムすっからかんになるので再度ラスボスに挑む前にまたちょっとお金貯めてアイテムを買って補充しておくことにしました。あれ、ここは伝説の剣があった宝箱のとこよね。なんかここは伝説の剣取った後は3000くらいお金の入った宝箱に変わるらしいです。へえ、そうなのね。ちなみに一度ゲームやめてタイトル画面に戻ってからまた来ると消耗品やお金の入った宝箱の中身は復活するらしいので何度でも取りに来られます。ってことは今まで頑張って敵倒してお金貯めしてたのは、うん、時間の無駄だったな。まあ知らなきゃそんなもんです。ってことで結構な量の消耗品を買い込んだ後、いざいざヴァンパイアドラゴンさんと再戦です。今度は勝てるかしらね。まあいきなり変なところから出てこられてダメージ受けたけどこの通りあんま食らってないから今度は大丈夫でしょう。てかさっきも鎧さえちゃんとしてれば勝ててた気がするんですけど、私もそう思います。火ダメが怖くなければアイテムでペチペチしなくてもガンガン切りに行けるし。うん、絶対アイテムでペチペチやるよりこの方が早いわね。まあでもせっかくしこたま買い込んできたのでアイテムも折り混ぜつつ攻撃していき。てな感じで薬は一つも消費せずに勝つことができました。うん、一回目に比べるとだいぶ楽な感じだったみたいね。やっぱ装備は大事です。で何やら十字架が落ちてきたのでそれを取りますと。てな感じで各姿がお空に旅立っていきました。今の十字架を取ったことで呪いから解放されていってるって感じかしらね。って感じじゃないかな、わかんないけど。で、リザードマンで最後でその後はヒューマンの姿に戻りました。無事元の姿に戻れたってわけね。で、この後は村に戻されまして、ここはもう自動で動いております。あとはエンディングって感じね。ちなみにグラフィックの切り替えと BGM の切り替えはここでも可能なようです。で、プレイ中は扉がついてなかった建物に扉がついていてその中に入っていきました。ここが主人公の家だったってことかしら？ってことなのかな？で、これで物語はおしまいで、この後はキャラ紹介ってか今まで変身した姿の紹介になりました。ここは見たことない場所ね。うん、多分あれだな、
本来だったら倒すとライオンマンに変身させられるボスがいるエリアの背景だな。そういえば結局一体ボスすっ飛ばしたままでもクリアできちゃったわね。ああ、途中そのこと忘れてたけど普通にクリアできたな。でこの後はスタッフロールになりまして、なんか開発陣の子供の頃の写真が表示されるという微笑ましい感じのスタッフロールでした。海外で開発されたゲームだと開発陣の写真出てくること結構ある気がするけど、このゲームの場合子供の頃の写真で出てくるのね。あれかな、もしかするとオリジナル版が発売された当時の姿ってことなのかな。オリジナル版のスタッフの写真も出てきたけどそっちは大人だったし。なるほど、なんとなくそんな感じするわね。まあ全然見当違いなこと言ってるかもしれませんが、まあとにかくそんな感じのスタッフロールがしばらく流れまして、スタッフロールが終わると何やらメッセージが出ました。ヒューマンで探検を続けましょうって書いてあるわね。こちらのリメイク版だと全クリ後に全クリしたデータでゲームを始めるとってな感じでヒューマンの姿で遊べるようになります。これが言ってた全クリ後のおまけ要素ってことね。そうです。あとはヒューマン用の道も用意されてまして、今までなかったところにエンディングでついた扉がそのまま残っているのでそこに入ると行くことができます。ここは全クリ後じゃないと来られないわけね。でまあここはなんかこんな感じでループしてるところとかあってまあまあ進むの大変でしたが、どうにかストーンのある部屋までたどり着きました。でこれで今度こそ全部のストーンを集められました。ストーンは全部集めると何かあるの？ストーン全部集めないとかどうなのかはいまいちよくわからなかったんですが、あとはなんか全クリ後じゃないと入れない隠し扉から今まで倒したボスのところに行けて、それぞれのボスと再戦できるみたいです。へえ、そうなのね。まあボスは特に強くなったりはしてないみたいだから装備整ってる全クリ後なら楽勝だけどな。うん、ミイラドラゴンに初で倒したわね。ちなみに全クリ前に倒さなかったボスのところにも問題なく行けました。本来はこいつを倒してからライオンマンの姿に変えられるって流れになるわけね。てかあれだよな、リメイク版だとこいつ倒さなくても進めちゃうわけだから、ウプ主みたいに倒さないで先進めちゃう人もそれなりにいそうだよな。まあそんなに多くはなさそうな気もするけど多少はいそうよね。あとラスボスのところにも全クリ後に入れるようになる隠し扉から行けるようです。でヒューマンで戦うとさらに余裕だったので一応もう一度ラスボス倒してみたんですが、特にエンディングに変化はなさそうな感じでした。まああくまで全クリ後のおまけ要素って感じなわけね。まあ多分だけどな。あとは難易度ハードでクリアしたりすればまたなんか変わったりするのかもしれないけど、その辺は試してないのでわかりません。まあハードだとウプ主にクリアできるかどうかわかんないしね。あとリメイク版で表示されるパスワードはオリジナル版で使えるらしいので、試しにゲームギア版で入力してみたところしっかり使えました。わざわざ試したのね。まあせっかくだしな。ちなみにゲームギア版だとストーンはドロップアイテムで、使うと村に戻れるって感じだったみたいです。あとは装備の名前がちょいちょい違ったり、リメイク版だとサンダーリングってアイテムを手に入れると壊せるブロックを破壊できるようになってたのが、こっちだとそれがサンダーセイバーっていう装備できる剣だったりと、思ってたより結構違いがありました。あとこっちだと本来ヒューマンの姿になれないはずなので、一度ヒューマン以外の姿になってしまうともうヒューマンには戻れないようです。へえ、そうなのね。まあゲームギア版の方は本当に軽く確認しただけだから間違ってたらごめんだけど。ってことで結構長々と何回にも分けてお送りしてきましたが、リメイク版のワンダーボーイドラゴンの罠はこんな感じのゲームでした。プレイもがっつりやったみたいだし、動画の方もなんだかんだ時間かけたわね。ああ。無料でゲットしたとは思えないほどしっかり遊び倒してしまいました。まあもともと好きな作品だったってのもあるけどな。ってなところで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.